オトラントの戦いは、1480年から1481年にかけて、南イタリア、アプリア地方の都市、オトラントをめぐって戦われた、オスマン帝国とナポリ王国をはじめとする、ヨーロッパ諸国との間の戦闘である。1480年7月28日、70から200隻のオスマン艦隊が、イタリア半島南端部オトラント全面に布陣した。おそらく、 これらの軍は、ロドス島から移動してきたと思われる。翌日には守備隊と住民は、市街地を放棄し、市の城塞に退却したが、防備はお粗末なもので大砲すら一文もなかった。オスマン帝国軍は8月11日に、砲撃の支援を受けながら、総攻撃を敢行。オトラントは落城した。陥落後の市内では徹底した略奪が行われ、生き残った男性市民は、 奴隷としてアルバニアへ送られた。オトラント大主教をステファノ・アグリコリラをもだった聖職者たちは大聖堂で殺され、ステフェン・ペンディネ・リ主教と守備隊長、フランチェスコ・ラルゴハクに至っては生きたままの小切りで両断された。大聖堂はモスクとされた。伝統的な説明では生き残った男性800人が強制的にイスラム教に改宗するように裁判にかけられたとしている。 家と家族を失った男性800人が連行され、イスラムかしかの選択を迫られ、死を選んだ。アントニオ・プリマルドという名の仕立て屋は同胞に向かって、兄弟たちよ。我らは町を守るために戦った。今度は我ら自身の魂のために戦おうと宣言した。男たちは全員一致でその言葉に従い、キリストに命を捧げることを決めた。トルコ人は、男たちは、 イスラム教に回収すれば、奴隷として売られた女性や子供を返すという条件を出した。これを拒んだら、男たちの首を切るとも、男たちはこの申し出も拒んだ。8月14日、聖母の非正店の徹夜等の日に、800人の男は、繋がれて、町の外に連れ出され、そこで首を切られ処刑された。遺体はその場に残されたが、後に集められ、 オトラントの大聖堂に収められ、そこで今日まで保管されている。以上のような伝統的なキリスト教的史観は、後世の歴史家の批評対象となっている。近年の研究では、寛大の条件に改修が出されたことを疑問視している。当時のオスマン帝国では、宗教上の理由による虐殺は正当だとされていたが、イレニアロマーナカセッタはそれよりもむしろ、 威嚇目的の処刑だったのではないかとしている。オスマン軍の攻勢は続き、同月さらに70隻の艦隊がビエステを攻撃し、9月12日にはヨーロッパでも豊富な増書を有する図書館がある聖ニコラ修道院が破壊された。10月にはレッチェ、タラント、ブリンディジが攻撃を受けた。スルタンはオトラントを将来のイタリア征服の拠点として使いたかったが、 ほとんどの人々が街から逃げ出したことでそれは無理になった。その結果、オスマン帝国はイタリアから軍隊の大部分を引き上げて、海上輸送で維持できる規模の駐屯地を市内に残した。遠征軍を率いるゲリク・アフメド・パッシャはさらに兵力を集めて、海軍の支援下にイタリア遠征を再開したいと考えていたが、準備のために一度アブローニアに戻ることになり、 ルスを託したハイレッティンベイに8000の兵を預けた。その後、ゲディクがイタリアの地を踏むことはなかった。コンスタンティノープルの陥落からまだ30年も経っていない時期である。イタリアの政治指導者たちは、ローマが同じ運命をこむることを真剣に考慮し、ローマ教皇とローマ市民を町から避難させる計画が練られた。 ローマ教皇シクストゥス4世は1471年の十字軍召集を再び呼びかけ、いくつかのイタリアの都市国家とハンガリーとフランスがこれに積極的に応じた。だが、1479年にオスマン帝国と講和にこぎつけたばかりのベネツィア共和国は呼びかけを無視した。翌年にナポリオ・フェルディナンド一世によって彼の息子であるアルフォンソが率いる軍が起こされた。 これに、ハンガリー王、マーチャー主の応援も加わり、オトラントダッの見込みがついた。町は1481年5月1日から、包囲されたが、5月3日に、オスマン帝国のスルタン、メフメト2世が死去した。スルタンは神聖に出発したところであり、最終的な行き先は、イタリアとも言われていたが定かではない。いずれにせをる二人の息子。 ジェムとバヤジとの争いが始まった。遠征軍司令官のゲディク・アフメド・パシャも、アブロニアからイスタンブールに帰還し、バヤジとを支持した。ヨーロッパの期待ほどには、定員争いは長続きせず、6月20日のイエニシセヒルの、戦いでジェムは、敗れて、亡命に追い込まれた。バヤジとは、遠征を中断するつもりはなかった。ゲディク・アフメド・パシャの後任として、 ルメリ総督ハドムスレーマンパシャに遠征を指揮させようとした。だが、ナポリオーの支援によってアルバニアで反乱が発生し、さらにハンガリー軍も国境地帯を脅かしていた。このため援軍の派遣は不可能となり、オトラントでは包囲が続いた。海上封鎖によって補給が立たれ、現地軍の限界は近づいていた。現地では交渉が行われた。 有利を確信できなかったナポリオーは通常の降伏とは異なり、オスマン軍が武器を保持したまま退去することを認めた。8月に交渉が成立して、オスマン軍の大部分は撤収し、9月10日にオトラントは13ヶ月ぶりにキリスト教徒の手に戻った。オトラント大聖堂の内部退去しなかったオスマン軍2050名が捕虜となり、そのうち500名はナポリオーの軍に入り、 後に、数々の戦いに参加したと言われる。市民の数は2万人から8000人に減少した。再度の攻撃への恐怖から、8000人のうちの多くが、町を去った。今日、800人の殉教者の遺骨の何体かは、オトラント大聖堂とナポリの EN、サンタカテリーナ A4 ミロ教会に納骨されている。また、2013年には、 ローマ教皇フランシスコによって800人全員が劣勢された。ありがとうございます。